久喜市長の梅田修一です。令和6年度久喜市職員採用試験の受験を検討している皆さんへ、採用試験や久喜市で働く上での魅力についてお話をいたします。はじめに令和6年度から久喜市職員採用試験が変わることについてお話します。一つ目はオンライン面接の実施です。民間企業等経験者枠につきましては、第一次試験の個別面接を対面方式とオンライン方式のいずれかの試験方法から選択できるようになります。 U、I、J ターンをご希望の方大歓迎です。社会人経験のある皆さんの能力や経験を生かし、即戦力として活躍していただける方のご応募をお待ちしています。2つ目は作文試験の廃止です。一般事務の職種区分で実施していた第2次試験の作文試験を廃止します。受験対策の負担軽減はもちろん、試験当日の負担も軽減されます。以上2つの変更によって、より受験しやすい、また受験対策の負担が軽減された採用試験になります。この機会に久喜市職員採用試験にチャレンジしてください。次に久喜市職員採用試験の特色についてお話します。まず久喜市が求める人材についてです。久喜市では市民の立場でプロ意識を持って行動する人、自ら考え判断し責任を持って実行する人、一致団結して目標を共有し住民サービスの向上のためにベストを尽くす人を求めています。我こそはという方はぜひ久喜市職員採用試験にチャレンジしてください。次に人物重視の採用についてです。久喜市は第一次試験で受験者全員と個別の面接を実施します。そして第三次試験でも個別面接を実施する人物重視の採用を行っています。ぜひ皆さんの熱い思いを聞かせてください。最後に久喜市で働く上での魅力についてお話します。まずワークライフバランスの推進についてです。久喜市役所は多様な働き方実践企業において最上位のプラチナランクに認定されています。久喜市では課長補佐級以上のすべての管理職が育保宣言を行い、自らも仕事と私生活を充実させながら共に働く部下のワークライフバランスを考え、多様な働き方やキャリア形成を応援しています。次に男性職員の育児休業についてです。全国の自治体における男性職員の育児休業取得率は令和4年度で過去最高の 31.8% となりましたが、久喜市ではなんと令和2年度から4年連続 100% 達成しています。私も令和2年度に育児休業を取得し、家族との大切な時間を過ごしました。久喜市は女性職員はもちろん男性職員の子育ても応援していきます。仕事も家庭も共に大切にする久喜市でぜひ一緒に働きませんか。次に働きやすい職場づくりについてです。久喜市では職員健康支援室を設置し、職員の健康増進や働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいます。専門職の保健師による心と体の健康相談を実施するなど、職員のフォロー体制を構築しています。令和6年度から受験者の皆さんの利便向上、そして負担軽減を図ることにより、久喜市の職員採用試験はこれまでより受験しやすいものに変わります。公務員試験は
ハードルが高いと考えている皆さん、民間企業を中心に就職活動をしている皆さん、久喜市の職員採用試験にぜひチャレンジしてみませんか。面接では皆さんの熱意や未来に描くビジョンについても聞かせてください。さまざまな経験を通して得た皆さんの思いを聞けることを楽しみにしています。久喜市の職員となって私と一緒に久喜市をもっと良くするためにあなたのチャレンジを応援します。皆さんからのご応募を心からお待ちしています。